皆さん、鉄分補給してますか？鉄道系バーチャル YouTuber、ヤチヨカルサです。JR というと、多くの方々は JR 東日本や JR 西日本など、旅客部門をイメージされると思います。しかし、JR 貨物という JR の貨物部門も日本の物流には欠かせないもので、専門書を扱う書店などでは貨物時刻表も販売されているほどです。そしてこの度 JR 貨物さんからの新しい情報で、九州エリアに新型の電気機関車 EF510 型が早くも製造され、北九州市の門司機関区に到着したニュースが舞い込んできました。イエイエイエイヤホホーイエイエイエイヤホホーイ。というわけで今回は EF510 型電気機関車についてお話しします。このチャンネルでは主に私、ヤチヨカルサが気になっている鉄道ニュースをお届けしています。他にも鉄道の知識や雑談、ショート動画、そして生配信もしていますので、鉄道が大好きな皆さんは、ぜひともチャンネル登録してくださいね。JR 貨物さんは2021年3月末に発表した事業計画の中で、九州地区で使われている既存の車両の取り替えを進め、取り替え後に九州向けの新型機関車 EF510 型を導入し、走行試験を行うと発表しました。それ以上の詳細は記載されていませんでしたが、おそらく取り替えの対象となる電気機関車は、交流電気機関車の ED76 型と、硬直両用電気機関車の EF81 型でしょう。九州エリアだけでしか見られない関門トンネル用の EF81-300 番台は、青や赤などの塗装がないステンレスむき出しの車体で、銀釜という愛称で親しまれています。常磐線エリアに一時的にお引越しした際に赤く塗られた301号機と302号機はどちらも引退済み。また東日本大震災の時に輸送力増強のため日本海側まで出張した経歴を持つ303号機と304号機ですが、304号機もすでに引退してしまったため、現在は写真の303号機のみが在籍しています。しかし EF510 型の導入でおそらく残る EF81-303 号機も置き換えられてしまうでしょう。そんな中、2021年12月9日木曜日、九州向けの新型電気機関車 EF510 型の量産先行車が兵庫県神戸市にある川崎車両兵庫工場にて公開されました。EF510-301 と書かれていることから300番台として導入されるものと思われます。見た目は既存の EF510 型とほとんど同じですが、色は EF81 の300番台を受け継ぐ銀色の車体、下の部分に濃いめの紺色をまとい、側面のナンバープレートとラインの細い赤が車体全体の色に締まりを与えている印象です。側面には大きくレッドサンダーの愛称が描かれています。12月の16日から17日にかけて川崎車両兵庫工場を出発し、所属先である福岡県の北九州貨物ターミナルまで高所輸送されました。運行開始は2023年3月のダイヤ改正だそうです。本格導入に向けて2022年度中は試運転を繰り返すものと思われます。ここで EF510 型の歴史を見ていきましょう。EF510 型電気機関車は2001年に登場。赤い塗装をまとい、北陸本線や羽越本線などを走るレッドサンダーとして導入。東海道本線と山陽本線の電気機関車 EF210 型ブルーサンダーに対応した愛称です。0番台は1号機から23号機までが導入されました。また2009年からは寝台特急北斗星とカシオペア用の電気機関車として新たに500番台が501号機から515号機まで導入されました。509号機と510号機はカシオペア色に準じた銀色とレインボー、他はブルートレインらしい青に金色のデザインでした。
500番台の所有は JR 貨物ではなく JR 東日本でしたが、実は北斗星とカシオペアの引退後は JR 貨物へ譲渡することを前提に製造されたんです。2015年の北斗星運行終了と2016年のカシオペア定期運転終了により、2013年から2015年にかけて500番台は15両すべてが JR 貨物の所有になり、その際に側面の流れ星のマークが消されてしまいました。0番台と500番台合わせて38両が富山県の富山機関区に所属し、北陸本線や羽越本線などの日本海側の路線で活躍しています。今回九州エリアに導入される EF510 型は交流回生ブレーキを使用することから、新たに300番台という区分が誕生したそうです。今後何両製造されるかといった情報はまだ公開されていませんが、関門海峡や九州内で多く見かけることになるでしょう。そして置き換えられる予定の ED76 型と EF81 型、撮影は今のうちに。いかがでしたか？これからも私、八千代おかるさが気になっている鉄道ニュースをお届けします。まもなくで3年目突入という実は地味に長い経歴を持っていますが、このように鉄道のニュースや鉄道の知識、雑談、ショート動画、そして生配信もしていますので、鉄道が大好きな皆さん、鉄道のニュースや鉄道の知識、雑談、ショート動画、そして生配信を見てみたいという皆さんは、ぜひとも Twitter フォローとチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたね。バイバーイ。